レオンは、主婦と生活者が発売している、男性向けファッション雑誌である。毎月24日発売、ちょい不良親父の発信源である。発行人、広井武氏、岸大一郎編集長に2001年9月24日、11月号として、創刊。掲載商品のほとんどが、欧米ラグジュアリーブランドの高額商品で、バブル景気時代に青春を過ごした。 が処分所得の多い中年男性層に、購買ターゲットを絞り、モテる親父、ちょい不良親父のあり方を読者に提供している。提案されるコーディネートは、スーツスタイル中心で、シーズンによっては、ハーフパンツ、マリンスタイルなどカジュアルなコーディネートも見られる。靴、バッグ、時計などの小物、その他男性美容、スポーツなどをテーマとした記事も多数掲載されている。 毎月パンツェッタジローラモが表紙を飾る。2006年9月10日、初代編集長の岸田が定年退職し、公認には総監当時からフリーライターとして編集に関わっていた西恩寺香織が就任した。その後、2011年に前田洋一郎が新たな編集長に就任している。2004年から2008年にかけて姉妹市として、 女性版のニキータも発売された。こちらは2008年に廃刊となっているが、ニキータというキーワード自体は2012年現在でもレオンの記事にたびたび登場している。なお、2013年秋以降不定期に新たな女性版にあたる別冊付録アンジェラ・フロム・レオンが付属している。レオンレーシングのメルセデス SLS-AMG GT3 なお、 初代編集長を務めた岸田は2014年セブンアイ出版より創刊のマズロの編集長に就任した。2013年から読者像の憧れであるメルセデスベンツのマシンを使用して日本最高峰のスポーツカーレースであるスーパー GT の GT300 クラスにレオンレーシングを組織して参戦。2016年には2度優勝し、 同じメルセデスの GSR 発ネミックに次ぐランキング2位を獲得した。2002年2月号の特集記事、モテる親父の作り方で圧倒的な支持を受けた。同志が提唱するちょいモテ親父は2005年の新語、流行語対象トップ10に選ばれた。また、近年では、寿司シャンと称する寿司とシャンパンを同時に飲食するという奇想天外な食べ方を提唱したり、 メトセク、ユーバーセクシュアルなどの米国流の男性像を推奨したりしている。2005年5月8日放送の毎日放送、情熱大陸において、岸田に関する特集が組まれた。本編では岸田が、ちょい不良をファッションに加えハマキで、編集会議を行い、そんなのじゃ、モテないんだよ。と激怒する場面などが放送され、視聴者に強烈なインパクトを与えた。 ワゴンを中心に取り上げていた自動車雑誌、オプションワゴンの元々の雑誌名が、レオンであり、オプションワゴンの出版元である、株式会社、三営書房が登録していた、レオンという雑誌名が主婦と生活者に売却され、2001年に、レオンが創刊された。レオン及び、ニキータを仕掛けた、岸田一郎編集長は、リュックベッソン監督の映画、ニキータ及び、レオンを気に入っており、 いつか使おうと西の総刊以前にレオントに聞いたを雑誌の名称として登録していた。増田ダ将軍、ちょい不良親父に憧れて、ブームの裏側を検証。月刊現代2006年9月号、講談社。ありがとうございます。